若いですね、23歳。まあ、とにかく今シーズンはですね、このフォーミュラドリフトジャパンはじめドリフトシーンで経験を積んでですね、っていう話をしていましたが。さあ、1のマシンスカイライン、1コーナー飛び込んでいく。さあどうだ、スピードはもう十分だ、スモークを出ている、あとは分回していいよ、いいよ、いい感じの1コーナー、分回してアンドロをつけていった。さあアウトサイド2もいい、ウォーマーどうだ、ちょっと距離はあるがチームアクションが踏んでいる。さあさばきにコーナー1本目あたりイングリップを取って出口のところ、うわー、なかなかいい走り、1本目さばきにコーナーいい。今日ジャッジから拍手が出ましたね。今出ましたね。これはもう100点に近いんじゃないですか。100点ですか、出ますか。出ないと思いますけど、相当いい飛び込みから思い切って自信持ってきてる感じが、もう目でもモニターでもはっきり伝わってきますね。1コーナー本当に良かったですね。角度の切り替えもすごい、スピード感もありました。ずっと減速をさせて、ボールが少しまだね乗りしはありますが、ここからアクセル踏み込んでイングリップを取っていって、こういうの待ってましたよ。待ってました。こういうのがいいですよね。R31 ハウス、いや本当に角度のわー来た、ほら92、これだ、92ポイント、拍手が起こる。やっぱりいいものはいいんですね。うん、いやだからあれがいいよね、スタイル38とアングルが29、ちょっと上がってきている。さあ鈴木は92ポイントを持っている。ミスタートップのそば切りです。飛び込んでくる、もうちょっとまたまた思い切りがよくやってくるのか、アングルをつけていった。ちょっとまだ距離を残してのアウトゾーン、アウトサイドゾーン1、そして2、なかなかスピードを乗せている。ウォールはどうだ、いい走りしますね。いや上手だよね。なんか車の動き見ててかっこいいなと思うよね。今のはね、1コーナー、あれがなめるのを離れるの早かったけど、23歳ですね。23歳からまだ初めて来た広島ですね。そうですね。1本目の印象よりはちょっと弱いな、似てるんですけど、ちょっと全体ラインが。ちっちゃかったね。それでも88ポイント、それでも88ポイント、アクションが起こりました。